1月8日安倍元首相が暗殺され死亡した事件は世界に衝撃を与えましたこの時から世界はポスト安倍時代に突入したのですつまりグローバル化時代の後のポストグローバル化時代ということで2018年の米中貿易戦争後の国際秩序が本格的に動き出したのです実は安倍氏はある意味監督の役割を担っていました 例えば、インド太平洋戦略という考えは、少なくとも安倍氏が脚本を手がけていたのです。そして、中国とアメリカが対立していたとき、実は彼は、トランプ前大統領が最初に信用した参謀の一人です。実は安倍氏のお父さん、安倍晋太郎氏も67歳で亡くなりました。安倍氏は自分の67歳の誕生日に、自分は父親ほど元気ではないということに言及しました。 健康上の理由で2度にわたって首相を辞任したわけですから、父のように67歳まで生きられたらもう幸せだ。だからこそ、私は自分の人生は、もし67歳で死ぬなら、あと何年あるか、残りの時間に何をやるべきかをずっと考えている、と語っていました。 しかし、安倍氏は67歳の誕生日に、友人の麻生太郎元首相に、あと3年は行きたいと言っていました。この3年間は、台湾海峡の危機を緩和することが目的でした。実はすぐにいろいろな計画を立てていたのです。例えば、台湾有事は日本有事、日米核共有、を提起した等々です。 そして、日本の軍事防衛予算を日本の国民総生産の2%に上げると提案して、そして、ロサンゼルスタイムズに、アメリカは台湾防衛の姿勢を明確に、と論文を発表しました。この一連の彼の行動は、実は台湾海峡の危機を緩和するためのものなのです。それは、中国共産党に軽々しく行動しないようにとのメッセージとも取れるでしょう。 しかし、残念なことに、父親の安倍晋太郎氏と同じく、67歳で死去しました。幸いなことに、彼が不責していたことはゆっくりと発行しています。例えば、彼が提唱した、日米豪インクアッド戦略対話が具体化しつつあります。つまり、アジア太平洋のミニナ島がすでにひなになっています。このような状況下で、安倍路線をどう継承するかは、アジアの自由民主主義国家に残された課題であると思います。 またすべてのリーダーと私たち一人一人の使命でもありこれは非常に重要なことです私たちの番組を気に入っていただけましたらコメントを残しいいねを押して通知ベルをオンにするようご協力をお願いいたします長くご支持いただきありがとうございました引き続き高い品質の動画を制作していきます